これ声優つぶし。アルファベットの A。 A 膨大な宿題に告白されて、なんて聞いてる。寝顔だって。お、ご褒美タイムじゃないですか。YouTube。 はいどうも、神木隆之介と。はいどうも、梶裕貴です。イエーイ。そういう入り口だと。そうなんです、初めてやりましたけど。そうなんです、お願いします。お願いします、はい、前回はですね、はい、ちょっと真面目な話です。正直、いや、僕もね、想定外でした。はい、リュウの番組、なんかもっと、ザーってなるのかと思ったら。ね、仕事の話をするとね、砕けられないんだよ。今日2回目はできるだけ砕けすぎ。砕けましょうよ。砕けよう。よし、やろう。ということでですね、ゲーム持ってきました。何ですか？ダーン。お、はーっていうゲームっていうゲームです。お、はーっていうゲーム。砕けてる。砕けてるよ。いや、でもね、聞いたことあるのよ。聞いたことあるんですけど、僕もね、詳しくはないんだけど、後ろ読んでみるんだけど、お題の一言を声と表情だけで表現するパーティーゲーム。お、パーティーゲーム。は、は、何のは、怒り、とぼけ、それとも関心。お、だから一つの言葉で、どんな気持ちで、いいんだとか、ありがとうなのかっていうのは。お芝居ですね、だから。そうです、それをね、多分ね、当てろっていうゲームなんです。我々表現者の真髄です、これは。ちょっと待って、今回もなんか窮屈な気持ちになって、なんか試されてる感あるんですけど、楽しくでいいんですよね。楽しくやりましょう。はいはいはい。ちょっと待って、やっぱ歯だけじゃなくて。そう、これでね、もう A から H まで。ああ、いろんなもうが、いろんなもうがあるんです。はい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 。で、ここに A から H までがあると。で、多分これは A、ね、これ多分やる人も引くんですよね。テーマカード引きます。あ、で、これで見るんだ。こんな感じですよ。そうだそうだ。で、やる人がまあなんか引きます。 その人だけ見ます。そのもうを言います。それが何かを当てるゲーム。それだ。さすが、さすが。多分そういうことだよね。さすがです、うん、そういうことでした。よしよし、よし、やろう。最初はグー、じゃあグー、ほい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、しょ、しょ。ちょっと何も決めてないよ。いや、ガチアイコだったからね。ここで尺使うって。最初はグッ、じゃあどっち。当てる方、やる方。じゃあ最初やります。お、じゃあいきますよ。こちらです。ダン。お、鼻を使って。え、これセリフ。あ、表情のみ。これ声優つぶし。なんで俺声使えないやつ当たっちゃったの。A は臭いぞの花、 B はいい香りの花、 C はくしゃみが出る直前の花、 D はガス漏れの花。どういうこと。E はふんがーの花、 F 泣いてる時の花、 G 自慢げな時の花、 H ムズムズしている花。いきなり表情のみを声優が引くっていうね。かっこ、表情のみちゃんと書いてるんですか。じゃあとりあえずやってみます、はい、いきますよ。なるほど、はい、これ皆さんはそっちで見れてますかね。その A から H まで何がどれかなって、今リュウと一緒に考えてる状況だと思いますけども、今の2択ですもん。あ、2択。 E か G。 あ、はいはいはい。さあ、どちらでしょうか。 E、 E のフンガーの花。フンガーの花、正解は G でした。すごい。いやでもね、ちょっと、まあ、ずるいはずるいんですよ。いや、でもそういうことなんですよ、うん、ちょっと息を多めに吸って吐くっていう形の自慢語を今やりました。さすが。僕できれば次セリフありのやりたいの。いや、ほんとに、じゃあ次リュウね。はい、はい、じゃじゃん。ちょっと待って、これもダメだな。寝顔だって。お、ご褒美タイムじゃないですか。これ大丈夫かな。今のところ喋ってないよ。リュウはほら、もう顔で表現する方のプロでもありますから。はいはいはい、はいはいはい。寝顔が可愛いでおなじみのリュウですよ。いきます。はい、お願いします。え、こんな静かな YouTube ある。この笑いは違うね。え、うん、ちょっとなんか嫌そうだな。難しい。いや、これまあネガティブな表情ではありましたよね。 B の何かに追われている夢か、
E の上司に怒られた夢か F の空を飛んでる夢もありえるんですよ多分。ただ空飛んでたらもうちょっと健やかな顔してそうなんで B か E だな。じゃあ B で。お、 B の何かに追われている夢の寝顔。さあいきますよ、はい、正解ショーダウン。終わった。正解。いやちょっとね難しかったこれ。難しいよこれね。だからもうこっちに振るんですよ。こっちとこっちで二択にさせるんですよね、はいはい、いや確かに上司か今ほんとたまたま二択で当たりましたけどどっちにも見えるもんね。そうなんですよ、見えるんですよ。次こそセリフが来ますようにね。あ、来た来た。セリフ来ました。さ あ, さあ何度セリフで言ってきたことでしょうかね。確かに僕が今回表現するさあはこちらでん。じゃあ行きましょう。はい、さあ。これは難しいですよ。今のところ割合で、はい、A と H が残ったんですよ。おただ A の方が 30% で 70% がそよ風なんですよ。おどっちにしますか。 H のそよ風、はい、私がやったさあは、はい、こちら。よっしゃー。それそうですよ。これあのさ、これ最後だけイントネーション違うんですよ。さあでしょ、料理を振る舞うのはさあでしょ、物語の始まりには、うん、さあ、お客を集める時のさあでしょ、冷たくさあさあ帰る時のさあ、そういう数だけさあ。これはもう外れですよね。これちょっと難しかった。はい、お僕も来ました。 A、 A、 うん、だからこれ A と A と A とかいろいろあるんですね。いろいろありますね。うん、そよ風より全然いいですよ。はい、大丈夫です。はい、お願いします。 A え？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 うわ、ん？これ A だったら若干やっぱり違うけど伸ばしがね、伸ばないからもう一回やります、ね、いいですか。えうわこれ迷うな、迷う、絞れるけど迷うから多分いいお芝居をしてるんだと思います。最初 D の聞き取れない時の A と、うん、F のマジでの A で混ざってたんですよ、うん、どっちかかな。でも顔見てると半切れにも見えてくる。あと膨大な宿題に A の可能性もあのリアクションからするとありえるなって考えると G の半切れの A。 半切れの A、はい、さあ正解はどうでしょうか。ショーダウン。あー合ってたし、合ってました。聞き取れない時の A でした。そう、僕のイメージしたのは普通に人と話してて聞き取れなくて俺その顔が半切れに見えてしまったのね。うん、今なんて言いました。その圧かな。なんかやばい怒らせたって。例えばじゃあ他のやつ、アルファベットの A。 A 膨大な宿題に告白されて、なんて聞いてあんま意中の子じゃなかったのかな。告白されて、されるから動揺したのね。聞き取れない時のうん、スピーチの、うん、マジでの、うん、半切れの、パニックの、あ、龍は分かりやすくやってくれてんだな。半切れを見れば確かに半っていうか全切れぐらいの。これが全切れだったからあれが半切れに思っちゃったのに、ね、うん、面白いですね。面白いですね、うん、いやーね、これ結構当たり外れ引きによるよね。おあ、このゲームの代名詞は。いやでもね、これね演じる方難しいですよ。難しいね。ではカジさんのはお願いします。はあ、おー、これクレーム来るかもしれないけどでもそういうこともあるよね。あんま答え出る前から言い訳してもしょうがないですけど、3つ迷いました。お、関心のハート、うん、とぼけのハート、うん、驚きです。ああ、
今のなんか苦情が来るかも。余計なこと言っちゃダメですね。なんか驚くと結構声出なかったり。そうね。はあ、みたいな。あるある。だから驚きか呆然、あ、違う違う、感心。皆さん想像つきましたでしょうか。いい、じゃあはい、いきます。龍の答えは C、 呆然の歯にします。 C の呆然の歯、はい、正解はこちら G。 あー、そうか、驚きの歯でした。だからいいところに ね、なんかちょっとずるいかもなと思ったけど、いやいやいや、あのね、本当に驚くとき人は声が出ますね。そうなんだよね、差が難しかったですね。いや、せっかくなんで本当の歯を、はい、じゃあいきます、はい、なんでの歯、力を貯める、はぁ、呆然の、はぁ、関心の、はぁ、怒りの、はぁ、とぼけの、とぼけの、はぁ、驚きの、はぁ、失恋の、うん、なるほど、面白い。じゃあ最後は龍に引いてもらって、はい、では引いていただきます。ダダン、よくできてんな。うわー、だってちょっと感情としては大きめですかね。はい、じゃあいきます。はい、いいですか。いきます。うわお、え結構でしたね。もう一回いいですか。はい、はい、うわです。僕はシンプルに考えたら C の驚かそうとしてうわなんですけど、 G のゴキブリを見つけての可能性もあるし、プレゼントを開けてうわの可能性もなくもない。ただもう直感を信じましょう。僕は C の驚かそうとしてうわ、はい、というので、はい、いきますよ。はい、正解はじゃん、 C です。いやー、まさに座ってくるお芝居でしたね。いや、こう驚かす時って単発じゃないですか、うん、うわそうね、うわじゃないですか。それちょっとうわがつくと難しいな、うん、難しいね。じゃあちなみに他のやつ、はい、体重計に乗って、うわ、見上げて、うわ、驚かそうとして、うわ、同情して、うわ、軽蔑して、ジェットコースターで、うわ、ゴキブリを見つけて、うわ、プレゼントを開けて、うわ、あー違いますね。いや面白い。これなんか演劇の教材とかでありそうだよね。絶対やった方がいいですね。あー面白い。いや面白い、うん、あ、もう時間、え、お早っ。これでももう半分は僕のチャンネルでも、はい、はい、なので多分このなんかキューってやった下にさんのところ出てくるはずですよね。行けるようになるので、はい、見ていただきたい。後半戦を、はい、後半戦、はい、楽しんでください。はい、ひとまずは神木隆之介と梶裕貴でした。ありがとうございます。バイバイ。トロクトロシクです。トロシク高評価もトロシク。